皆さん、ポケベルを知っていますか？ポケベルとはポケットベルの略称です。受信のみが可能な通信機です。プッシュホンタイプの公衆電話や固定電話からポケベルへメッセージを送ることができました。携帯電話との大きな違いは発信することができないという点です。ポケベルは1968年東京23区でサービス開始。当初のポケベルは一般の電話からポケベルへ呼び出し信号を送るだけのものでした。受信者はそれを見て近くの公衆電話から送信者へ電話をかけるという利用方法でした。利用者は外出の多い営業部員や経営者、医療関係者に限られていました。1985年の通信自由化によりサービス範囲が広がり、ポケベルは急激に普及します。プッシュホンタイプの公衆電話や一般電話から10文字程度の数字列を送り、ポケベルに表示できるようになりました。これはその後、仮名や漢字まで使えるようになりました。これに飛びついたのが女子高生です。彼女たちは数字しか利用できない環境でも0840イコールおはようのような語呂合わせや仲間内での略語を作り出して、ポケベルで複雑な会話を行っていました。公衆電話はポケベルを打つ女子高生であふれました。ルーズソックス、プリクラとポケベルが当時の女子高生の三種の神器と言われたほどです。1996年はポケベルの全盛期となり、ポケベル加入者数は1078万人になりました。ポケベルブームとも言えるこの年までの女子高生はほぼポケベル一択でしたが、1997年以降は開始されたばかりの PHS 携帯電話という選択肢も出てきました。 PHS は携帯電話に比べて料金が安いこと、ポケベルに比べてお互いに通話やメールができることから、急速にポケベル利用者が PHS に移動し、女子高生は PHS をピッチと呼び愛用するようになりました。ポケベルは徐々に衰退し、今はもうサービスを終了しています。こちらのドラマを見たことはありますか？ポケベルが鳴らなくて。1993年に放送されたテレビドラマラブストーリーですが、このドラマではポケベルが2人の男女の主な連絡手段となっており、物語の中で重要な役割を果たしていました。放映当時はポケベルの浸透期であり、タイムリーなトピックがいち早く扱われていたといえます。皆さんこんにちは、キューブギクへようこそ。ナビゲーターの月原豊です。今日はポケベルにまつわる話を5つ紹介します。1. ドコモ派、テレメ派。ドコモは携帯電話でもおなじみですね。テレメは東京テレメッセージという会社の通称です。1980年代にポケットベル通信事業者として全国に次々と地域テレメッセージが設立される先駆け的存在。ポケベル全盛期にはドコモと並んで加入者を急増させました。ドコモ派とテレメ派にユーザーが分かれていた記憶がある方もいるでしょう。テレメのマンボウの形のポケベルは小さくて可愛く、学生や女子高生に大人気のモデルでした。女優の鈴木杏樹さんが CM に出ていたのを覚えています。 2. 公衆電話が壊れるほどの人気。今の若い人たちには考えられないかもしれませんが、携帯電話のなかった時代は友達や恋人との連絡を取り合うには自宅の固定電話にかけるしかありませんでした。相手の親が電話を取り次ぐことももちろんあり、緊張したものです。そのため親に干渉されずに友達や恋人と連絡ができるというだけで、ポケベルは当時の若者の精神を彩りました。現代の学生たちが LINE を利用しているように、当時の学生は
ポケベルを上手に使って友達や恋人とひっきりなしにコミュニケーションをとっていました。そのおかげで学校の休み時間のたびに公衆電話には長蛇の列。生徒がプッシュボタンを押しすぎて公衆電話が壊れた学校もあったようです。授業中にもピーピーと響くポケベルの呼び出し音、指導に戸惑う学校現場などの見出しで学校が対応に苦慮していることを伝える朝日新聞の記事もありました。3、待ち合わせにも大活躍。携帯電話がない時代、友達や恋人との待ち合わせにはすれ違いもありました。例えば10分遅れるというメッセージも今ならすぐに遅れますが、昔は伝える方法がありませんでした。待つ側も待ち合わせの時間に相手がなかなか来なくて、公衆電話から相手の自宅に電話してももう出ましたよと言われたり、そのため駅には伝言板という名前の黒板があったものです。先に行ってるよとか、もう帰りますなどを書くのです。その伝言が書かれて一定の時刻が経過すると、伝言は駅員によって消去される仕組みになっていました。そこから考えるとポケベルは大助かりでした。0906遅れる、0106待ってる、10105今どこ、21104着いたよ、428渋谷などタイムリーに送信できるのですから。タイムリーといっても公衆電話などを使わないと送信できないので、携帯電話を使っている現代の感覚からしたらやはり不便に思うかもしれません。でもポケベルは当時の人たちの待ち合わせを支えた大事なツールだったのです。4、ポケベル早打ち名人。ポケベル時代に求められたスキルは早打ちです。公衆電話でポケベル変換表を見ながらゆっくり入力などをしようものなら、後ろに行列ができてしまい焦って入力ミスをしてしまうこともあります。そんな男性の隣で指先から炎が出る勢いでブラインドタッチし、颯爽と立ち去っていく女子高生の姿はあるあるでした。そしてゲームセンターにはセガのポケベル早押しピポパというゲームがありました。女子高生が公衆電話から超早打ちすることに着眼し生まれた画期的なゲームです。5、偽造テレホンカード問題。ポケベル時代は公衆電話に行列ができるほどだったので、ほとんどの人がテレホンカードを持っていました。若い方々、テレホンカードはご存知ですか？公衆電話は硬貨を入れて通話をすることもできますが、例えば短い会話でもお釣りが返ってこないこともあり、限度数まで何回でも使用できるテレホンカードがとても便利だったのです。しかし磁気カードであったテレホンカードは偽造・変造がしやすく、数多く流通するようになりました。日本人の学生層を中心に偽造テレホンカードが頻繁に使用され、 NTT が多額の損失を被るなど社会問題となりました。現在は公衆電話の需要減少、台数削減によりテレホンカードを持っている人はあまりいませんが、大地震などの災害で電話回線、電波がパンクした時でも公衆電話は優先的につながる仕組みになっているため、非常用に1枚持ち歩くのは有効だと思います。どうでしたでしょうか。携帯電話、スマートフォンの普及により徐々に衰退し、2019年9月をもって廃止となったポケベル。時代の移り変わりは逃れようのないもので寂しいことですね。ポケベルが存在していたから今の便利なスマホへの進化があります。ポケベルに感謝を込めて3470、さよなら。コメントやご意見、新しいストーリーのリクエストをお待ちしております。
チャンネル登録して通知ボタンを押すと、他にもたくさんのストーリーをお届けしたいと思います。よろしくお願いします。